8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで外野手作っていきます。で今回もまたリクエスト回やっていきたいと思います。日本ハムの優勝記念動画パート3ということで、またもや OB 森本ひちょり選手作っていきたいと思います。リクエスト日本ハムであったのが OB ばっかりだったっていうね、3人連続 OB で、今回は森本ひちょりでいきたいと思います。右投げ右打ちの外野手で、フォームがスタンダードの1でとりあえずやります。で好きな球団はもちろん日本ハムでいきたいと思います。で目指す能力ですね、動画の右上の方に詳細載せます。弾道が2、ミートが D、パワー E、走力 B、 肩 B、 守備 B、 エラー C、 これ全盛期2007年をベースに、作った能力みたいですね。で特殊能力が昔ので言うと盗塁4、走塁4、流し打ち、固め打ち、内野安打丸、ムードメーカー、お祭り男、人気者って感じですね。能力これだいぶ極端ですね。パワーはいい止まりにしなきゃいけないけれども、走力、肩、守備が BBB ということで、これだいぶ難しそうですね。そうだね、これはですね、とりあえずヒーリングカードとエクストラステージカード、これでいきましょう。はい、では第一ステージ始めていきましょう。弾道が1で33、34、28、25、30、34、そうだね、走力型 B 目指したいところが20台スタート、パワーが34、一番高いですね。まあパワーはなるべく踏まないようにって感じですね。そうだね、弾道は最後に取りましょうか。まずこっちだな。人流カードいいね、いいの拾ったよ。まあパワーは仕方ないね。まあなるべく上げないようにって感じで、ミートと言ってもパワーがまた目の前に。内野安打丸、内野安打丸ついてない目標にはないけれども、ああるわ、内野安打丸ありましたね。はいはい、ドン、超回復。守備欲しいけどな。はい、第1ステージ終わります。走力肩まだ20台だ。はい、第2ステージ行きましょう。いいね、走力肩、パワーが3つか、多いな。守備欲しい、固め打ち欲しいですね。そうだね、固め打ちと早球は特についてない。何くれる？走力か肩か、これはこうだな。はい、でやる気上げの、選手と出会いたい。そっち行ったか、そっち行ったか、いいね。はい、特殊能力粘り打ち、粘り打ちはついてないか、ついてないですね。まあでもいいかな、パワーがいいだしも。はい、基本能力、走力 OK で、守備、パワーがもう目標到達ですね。早いな。はい、第3ステージいきましょう。回復と宝箱いい位置、これは、はい、プラ3。お、来た、人流カードの効果。いいね。これですよ。途中で拾ったやつだけどね。はい、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 ほい。いいね、超回復。今回だいぶでかいですね。はい、ドン、ノリノリ。はい。補給強化。はい。無地が赤く、
まあ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 、てか一気にカエルマスあったの今更だけど気づいた。あー選手が逃げてった。誰だ、肩欲しいね、肩欲しいな。はい、野球超人伝来た、いいね。パワーも上がってほしくないけど、はい、まあこれでもう終わるか。総力に変えて OK、 ナイス回復。そうだね、第3ステージでこの能力はなかなかいいんですけれども、こっからねパワーを踏まないようにって思ったけど踏まなきゃいけなくなるっていう。そうだね、総力守備こっちか。あ、これ先にシャッフルしてもいいですね。宝箱は結局取れない位置にあるから。はい、総力アップ OK。 はい、おー絶好調から絶不調か。はい、おにぎりと宝箱、宝箱その中入りやがった。うわー、これシャッフルしないとまたダメなパターンですね。もったいねえな。流し打ちうまくゲットできたね。宝箱がな、赤マス邪魔なところにはないからこそね、もったいないね。はい、やつ、この守備まで行きたいけど、トン、あー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 動かなかったね今ね。おっと、まだロックオンは怖いぞ。体力減少、うー、ついに引いてしまったか。隣になりたい。 OK、 まあやる気も、ゼフ長になるだけなんでまあ大丈夫ですね。わあ宝箱だけ心残り。はいですね。わあ第5ステージでどんだけ動けるかだね。総力、肩、守備、あれそうか、エクストラステージカード持ってきてるんだ。そうだそうだ、危ない、今確認しといてよかった。矢部くんがいる、矢部と会えば確実に総力 B にはなりますね。プラ7だからここで上がりますから。はい、お化け、オール1ずつがいいな。守備職人、まあ悪くないものをもらった気がする。守備、肩がちょっとないね。このおにぎりが意外と邪魔なところに。あ、一気にカエルマスは2個あるけど行きづらいな。お、やべ、やべは後回し。はい、カレンが、矢部がどう動くかだねこれね。まあ総力も B いってるんでいいんですけど、あ動かなかったこいつ。うわ、吹っ飛ばしカードはなし、人流カードで願うしかない。おお危ねえ、S ランク超人で総力 B だったところを、いやー肩を S ランク超人で引きたかったな。いい音だね。そしてカレン怖いね、どっち行く、頼む、危ねー、これちょっとシャッフルしましょう怖いんで。はい、よかった。で今総力、これ肩に変わるタイミングな気がするから、あでも肩に変えた後また
パワーに変わるねこれね。ちょっと動き方考えないといけないですね。はい、超回復。もう矢部に会う必要はなくなったね完全に。 S ランク超人ではなかなか引けないんでね、ほんと嬉しいんだけど、総力 B だったから、どうせだったら守備を、まあ、守備めちゃくちゃ低いんで。 OK、 六道さんこんにちは。これで守備に変えましょうか。はい、これで守備もだいぶ楽になりましたね。いいねいいね。でもこれ守備より肩に変えた方がいいかな。今肩マスになったとこだから、守備をもう上げちゃうか、肩を優先してあげるか。はい、おっと、矢部には会う必要ないから、はい。でエクストラステージカード持ってるんで、落とさないうちに行きましょう。回復してくれ。うん、こんだけ行ってたらおそらく B になれる気がする。はい、最後。おっと、お前タイミングが悪いな。お前もタイミングが悪いな。とりあえず守備に変えて、取ってトリーのドン。今筋力だからちょっと回復してくれ。今総力でしょ。はい、 OK、 これで B になった。1234567891、いやー、1回復してくれたらいけるね。持ってるよね。まあ最悪ゴールまではいけるんで。わー、プラ1プラ2とか。あ、これでいけましたね。はい、いやー、厳しいな。でも満足な能力になったよ。はい、森本選手飛距離完成。しかもこれ実は1回目で初っ端取れました。マジで嬉しい。プロフィール、これ新庄の後継ということで背番号1だったんですよね。で顔設定特にないので、このまんまいきます。はい、ということで特殊能力もだいぶ狙ったのつけられた気がするよ。弾道3、2目標の3で1ランクアップで、ミートが D 目標の D で OK で、パワーが E 目標の D1 ランクアップで、走力 B 目標の SS ランク超人伝引いて S になりましたね。2ランクアップで、肩が B 目標の C1 ランクダウン、守備 B 目標の B で OK で、エラー回避 C 目標の C でこれも OK で、特殊能力が流し打ちと粘り打ち、違う、流し打ちと内野安打丸、狙い通りなのが取れましたね。あと守備も高いから守備職人、あと粘り打ち、これも飛距離っぽい能力になったと思います。すげえ満足な能力だ。 S ランク超人伝動画で多分取れたの初めてな気がしますね。はい、ということでライブ選手に出しましょう。この番号動画説明文の中にもいつも通り書いておきますので、そちらからダウンロードお願いいたします。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。